こんばんは、カンパパです。久々のこう室内からの動画になるんですが、焼酎がね、ホットが美味しい季節になりました。今日はね、10月22日土曜日です。夜です。これちなみに僕の iPhone6 です。2年前ぐらいの動画でこの iPhone6 にですね、シュピゲンのケースをはめましたよって、いう動画を作りました。買ってみました。ここにですね、タフアーマーって書いてあります。でですね、これも約2年ぐらい使いましてね、別に故障してるとこは何もないんですが、やっぱりですね、新しい iPhone が出たってことと、今度の iPhone7 がですね、防水だと、いうようなところで、僕結構これをナビ代わりにして使ってる部分って多くてですね、山のナビのアプリですねを入れてるんですが、そんな関係で山でよく使うんですが、これでシュピゲンのですね、これがタフアーマーですね、これが非常に良くてですね、基本的にこのプラスチックのカバーなんですが、特にいいのはこの辺のタッチもいいですし、ボリュームの上げ下げもいいですし、なんせやっぱりですね、これ何回もこれはめて落としてるんですが、基本的にびくともしないですね。でちなみに僕 iPhone6 にはこうガラスのですね、フィルムっていうのかな、貼ってないんですけど、それでもどこも傷ついたことがありません。で、このシュピゲンシリーズ、いいなと思って、実はですね、新しい iPhone を買ってきたんですけど、ちょっとね、新しい iPhone の宣伝は遅くなっちゃったんですが、これが iPhone7 ですね。6と比べるとこんだけでかいんですけど、実はちょっとヨドバシでですね、このフィルムというかガラスですね、これは先に貼っちゃいました。で今日届いたのがですね、こちらですね、同じくやっぱりですね、シュピゲンのタフアーマーシリーズですね、これを買ってみました。ちょっとね、ちょっとというかだいぶ値段高いんですけど、Amazon でちょうどこの商品ですね、そうね、まだ開けてないんで、お、内側のなんていうんですかね、ネットの模様というか、これはやっぱり前の6用のシュピゲンのタフアーマーと共通ですね。6とこっちは7プラスっていう大きさの違いはあるにせよですね、基本的にはもう中身の構造とかですね、あとは配置なんかが非常に共通してますね。あと後ろの方がですね、6の方は真ん中のライトニングの穴っぽことですね、イヤホンの穴っぽこなんですけど、今度の7からですね、イヤホンの穴が廃止されたもんですから、真ん中のライトニング端子の穴だけ、これしか開いてません。あとカメラはですね、ダブルカメラになったこともあってですね、ここが広くなってます。あとやっぱり特徴的なのはここですね、パカッと、これが取れるということですね。ちょっとはめてみますね。これが6、これが7、でか分かっていますけど、でかいね。同じくタフアーマーをつけてみました。で後ろ見ますとですね、このような違いがあります。
で、ちょっとねいいなと思ったのは、当然ながらタフアーマーシリーズの伝統で、本当にあのまあエアクションもついてますし、非常にタフだと思います。で、もともとセブンが防水だってことで、まあ、防水プラスガラス、強化ガラスですね、これアサヒガラスかなんかの強化ガラスらしいんですけど、それプラス、まあ、バンパーでですね、今回いいなと思ったのはここですね。パッこう、こういう風になりましてですね、でまあこうですね、まあ、パッとこうあ立つと、まあ、こっちはね、あのこっちも実は立つんですよ。これクレジットカードサイズの、まあ、プラスチックカードを挟めば、まあ、パッと立つんですけど、まあ、これはもともとですね、後ろのつっかえ棒がこのように、まあ、内蔵されてましてですね、で使うときはパカッと開いてこうなると、よくできてますね。まあ、同じシャンパンゴールドっていうのもあって、まあ、これ合わせたんですけど、ちょっとモチベーションが上がりますね。まあ、これでまたあのバンバン使い倒していこうかなというふうに思います。シュピゲンのですね、 iPhone7 Plus 用のタフアーマーでございました。